皆さんこんにちは、渡辺です。今日は、僕がね今導入している人用水幹細胞培養液、これの、やり方をちょっとご紹介していきたいと思います。で実際に、僕毎日やってたりとかするんですけど、こうねおでこがやっぱりこうちょっと昔に比べて上がってきたっていう風にね、奥さんにちょっと言われたり指摘されたりとか、まあ、上はそんなに気にはならないんですけど、このてっぺんの部分ですね、前の部分がなんか上がってきたんじゃないっていう風に言われて、で、まあ、このね幹細胞っていうのを、まあ、ここから勉強して、導入をしたっていうのがきっかけです。でそれをねお客様に話してたりとかしてると、やっぱ皆さんね結構やってみたいっていうお声がいただいたので、まあ、メニューとしてもね、やってみようっていうので、今現状やってます。で今日はね、そのやり方について、実際僕がね、自分でやっていきますので、ぜひね、見ていっていただけたらなと思います。でどういう効果があるだったりとか、まあ、そういうのも含めて、解説しながらやっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとね洗ってきたんですけど、お客様にやるときはまずねカウンセリング、頭皮の状態をちょっと、お見せするので、まあ、こういったねスコープで、実際にこう当てながら今どう頭皮どういう風になってるよだったりとか、あとはなんか例えばですけどそういうお薬を飲んでたりとか、まあそういったカウンセリングを最初にちょっとさせてもらってます。で実際に男性の方とかでも、まあ、頭皮状態やっぱ気になるよという方も結構いらっしゃるので、まあ、こういった部分をね、使いながらまずはねカウンセリングをやっていってます。で実際にシャンプーをしてクレンジングクリームみたいなものもちょっとあって、でそういうのをね、ちょっと使いながら汚れを取りながら保湿をして、で実際に施術をやっていきます。で、僕が使っているのはこのねステムラね、ASCH プロってやつなんですけど、これもう本当にサロンでしかこう扱えないやつです。でこれをスポイトで取ってやっていくんですけど、スポイトで取ったら本当にこうすごいのが1人分1回分のやつがこれ全部取れるんですよ。これ分かりますか、ね、でこれを実際に、頭皮の部分につけていきます。で実際に、気になるところちょっとこれ漏れちゃうのでつけていくんですけど、まあ、例えばこう表面の部分つけて、でこういう生え際のところもちょっとねつけていきます。特に気になる方はでつけたら優しく頭皮に揉み込んでいきます。で結構こうもう液体なので、なんかこうつけた時に結構タラーっと垂れてくるんで、それをまあ全体的にこうなじませるみたいな感じですね。である程度なじませたら次に電気針ブラシティレットなんですけど、これの、モードがあって、この真ん中のねエレクトロポーション部分をにして、でレベルも4で点滅してると大体5とか6ぐらいになるんですけど、これぐらいの、感じにして LED ライトで、ちょっとねこういったバイブレーションもあります。まあ、この状態で、実際問題ね、この幹細胞培養液を、頭皮の中に浸透させていきます。で例えばこの部分だったりとかにこう今浸透させていく。でこれをやることによって一時的にこの肌バリアっていうものを、機能を少しだけ低下させます。この当ててる時だけで、この当ててる時低下させて、まあ、浸透させていくみたいな感じです。でこれを実際にこうね、バイオ液つけたところに全部やっていくっていう感じです。ちょっとねなんかマッサージ効果が欲しいよっていう方に関してはこのねバイブ機能を入れてあげるとちょっとね気持ちがいいです。でなんか人によってはやっぱりこの電気針なのでちょっとねピリ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 
するっていう方もやっぱいらっしゃいます。でこれをねずっとこう地味なんですけどね、やってます。まあ、お客様にもねこういったこうご説明しながらやってたりとか、まあ、僕自分でこうやってる時とかもう無言でねこんな感じでやってます。大体これもう入念にこうやって、まあ、5分ぐらいですかね、5分から10分ぐらいお客様にはやってるって感じなんですけど、まあ、僕結構ねほとんど、まあ、週1では絶対にやってて、毎日一応自分でやるホームケアもやってるんですけど、この電気針に関しては週1回、大体まあそうですね、まあ、自分だったらまあ5分もかけてないですけど、まあ、2、3分はとやって、やっぱ特にね気になるところこの辺だったりとかは、つけたりとかしてやってます。別にこのアタッチメントみたいなのがあって、でこれをこうかなつけることによって、これで、お肌もねできるんです。これも同じように、この培養液をつけてお肌もね、例えばこのシワが気になるところだったりとか、ここに入れて、これねこうお肌をやるときによくわかるんですけど、なんていうんですか、電気っていうかが流れてる感じがやっぱりよりお肌はわかるので、でこうすることによって、まあ、例えば頭皮は細胞を活性化して、まあ、髪の毛だったりとかちょっと張り腰が出てくる髪の毛が出てきたりとか、あとは薄毛だったりとか、ちょっとね髪の毛が薄くなってきた人が、まあ、生えてきやすくなる、まあ、細胞がねちょっと若返っていくっていう感じなので、健康的な髪の毛が生えやすくなるっていうのと、でこっちのねアタッチメントをつけてお肌にやることによって、シミだったりとかねシワだったりとかも、少しずつ、改善していきます。で実際ね、こういった動画では、まあ、お客様だったりとかのいろんなねこう、まあ、お写真とかもあるんですけど、あまり動画でちょっと出せない部分があるので、実際にね、まあ、ご来店いただいたりとか、オンラインだったりとかでもねちょっとお話しさせていただいてるんですよ最近。でこんな感じになってますよだったりとかは、オンラインだったりとか、もちろんね、スクショだったりとかそういうのは全然ダメですよ。録画とかもダメなんですけど、ご説明しながらお見せしたりとかもしてます。結構効果出したいよという方に関しては本当週1回で毎日ね、例えばこれホームケア、こっちのホームケアもあるんですけど、これを例えばお肌とか、頭皮だったりとかに毎日つけてもらう、実際こう継続をしていくと。で最長コースではもう1年間コースっていうのがあって、で、まあ、大体3ヶ月とか半年コースでやられる方が結構多いです。で効果をねやっぱり出していきたいということなので、まあ僕は個人的にはまあ1年だったりとか、まあ、それぐらいのロングスパンでちょっととりあえず考えていただいて、で、それをやっていただいて、ある程度ね、効果出てきたよだったりとか、出てくると、ずっとねこれをやり続けるっていうよりも、もうご自身で、僕の中でですけど、こういった部分を電気針だったりとか、こういったねホームケアのやつを買っていただいて、それをこう毎日継続すると、一番最初はね結構こう集中してガッツリやっていかないといけないんですけど、ある程度効果出てきたら、本当に毎日ね自分でちょっとこう手軽にやるぐらいの、まあ、普通のスキンケアぐらいで、やってあげると継続できるかなと思いますし、効果もね、長続きしていくかなと思いますので、まあ、大体1年ぐらい、サロンで施術していただいて、自分でそこからは、継続してやっていただくっていう流れの方が個人的にはいいかなと思ってます。じゃあ、実際ね、これで一回乾かしていきます。実際こう乾かして、やっていくんですけど、でサロンでやるときはこのね特殊なハサミ、これね引き方っていうハサミなんですけど、これ刃が1個ついてない、僕の動画ね見ていただいてる方は結構お分かりいただけてるかなと思うんですけど、これを頭皮の、例えばですけどボリュームがない、少なくなってきてる、立ち上がりみたいなとか生え癖がやっぱこう気になる方っているじゃないですか。根元が結構ペタッとしやすいだったりとか、こう割れやすい、
そういった方にこう頭皮にねこうやってこすってあげるんですよ。で頭皮こすっていくとどうなるかというと、頭皮のね、まあ、油分だったりとかをこれで取り除いて、その、まあ、シャンプーとかでも取り除けないこう油分みたいなのがあるんで、これをね、取り除いていただいたりとか、あとはねこう絡まり、なんかこう櫛とかでは溶かせない絡まりみたいなものもこれでやることによって、溶けていって、で結果的にこの辺がちょっとねボリュームアップしていったりとかします。特にね女性の方、分け目気になるよだったりとかで、男性の方とかでもね、なんかペタッとしやすい、なんか髪の毛が元気なくなってきたっていう方に関してはこういったものをやってあげると、だいたい1週間から2週間ぐらいある程度こうふわっとなる、髪の毛に継続しますの でこれをこう、やっていて、あと、まあ、ブローをして、いつも終わるっていう、まあ、綺麗にね、スタイリングしてっていう感じです。でこれを、まあ、継続してやっていくことによって効果が得られると。であまりねこう短期間でやっぱり効果が出るものではないので、やっぱ中長期的に、しっかりとやっていって、徐々になんですけれども効果を出していく。で、まあ、実際こう医療用で使われているものだったりとか、そういったものも結構あるんですけど、爆発的に効果が出るものに関してはやっぱりすぐには効果が出るけど、やめたりするとすぐ効果が落ちちゃうよだったりとか、そういったこともね、あったりもするの でこの幹細胞っていうのは、まあ、効果が出るのは本当にでも1ヶ月ぐらいちゃんと毎週続けてて、で毎日こういったホームケアも毎日やってる方に関しては結構ね効果がちょっと出てきたようだったりとか、なんか変化が出てきたっていう方もそういった声もいただくので、で実際ね、そういう風にやっていただくと少しずつね体感していっていただけるかなと思いますので、気になる方はねぜひねお試しでもやってみてください。結構いいと思います。で僕ね、まあ、実際こういった部分をね今じゃあ、まあ、ちょっと前から結構やってはいるんですけど、実際僕のがどういう風な効果が出たようだったりとか、僕の部分とかもねまた動画だったりとかこう途中経過みたいな感じでよくお見せしていきたいなと思ってますので、まあ、それを見てね判断していただいてもいいですし、まあ物は試しみたいな感じでね、結構皆さん体験しにいらっしゃってもいいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。